世界記録更新 n バーアンダーラインアイが世界4位にランクイン。最新の出演情報と音楽業界を揺るがす彼らの実力とは、平野翔、ガンユータ、神宮寺ユータの最新出演情報を一挙公開0 2 0 2 0 2 4 n バーアンダーラインアイの音楽は、彼らの独自のスタイルと個性が際立っています。メンバーそれぞれの個性が融合し、唯一無二のサウンドを生み出しているのが特徴です。 翔くん、岸くん、そして神くん、彼らの歌声とパフォーマンスは、日本の音楽シーンに新しい風を吹き込むだけでなく、世界中のリスナーの心を捉えています。彼らの音楽には、感情の深さや情熱が込められており、それが多くの人々に共感を与える理由の一つでしょう。このグループは、日本国内ではもちろんのこと、世界的にも急速に注目を集めています。特に話題となったのが、 ファーストフルアルバム、ノーアイが Spotify の世界アルバムランキングで堂々の4位にランクインしたことです。このニュースは多くのファンに驚きと感動を与え、SNS 上でもその喜びの声が広がりました。グローバルランキングで上位に入るということは、単に日本だけでなく、海外のリスナーにもその音楽が届き、評価されているという証拠です。それは、音楽の力が言語や国境を超え、 人々の心に響いていることを示しています。また、今回のアルバム、NO-I が世界的に評価されている背景には、彼らの継続的な努力と進化があることは間違いありません。デビューからまだ1年足らずの彼らが、これほどまでに大きな成功を収めたのは、単なる偶然ではありません。彼らの音楽には、トレンドに左右されない普遍的な魅力があり、それが多くの人々に受け入れられています。そして、 その背後には、ファンとの強い絆や支えがあることも見逃せません。SNS やストリーミングプラットフォームを通じて、彼らとファンは常につながり合い、その関係が強固なものとなっています。さらに興味深いのは、彼らの音楽がどのようにして世界中に広がっていったのかという点です。かつては、音楽が国際的に広まるためには、大手レコード会社の支援や大規模なプロモーションが必要とされていました。しかし ストリーミング時代においては、その構図が大きく変わりました。スポティファイのようなプラットフォームが登場したことで、アーティストが直接リスナーにアクセスすることが容易になり、音楽の発見がより民主的になったのです。ナンバーアンダーライン愛もその恩恵を受け、彼らの音楽が自然に世界中のリスナーに届いたと言えます。ただ、ここで考えなければならないのは、 なぜナンバーアンダーライン愛の音楽がこれほどまでにグローバルな成功を収めたのかという点です。単に彼らの音楽が良いからというだけではなく、何か特別な要素があるはずです。一つの可能性として、彼らの音楽には普遍性があるのではないかと考えられます。音楽は感情を表現する最も強力な手段の一つです。そして、その感情は文化や言語に関係なく、 人々の心に響くものです。ナンバーアンダーライン愛の音楽には、愛、希望、葛藤、喜びといった普遍的なテーマが込められており、それが多くのリスナーに共感を呼び起こしているのかもしれません。ナンバーアンダーライン愛は、ここ数年間にわたり国内外の音楽チャートで常にトップを占める存在となってきました。その成功は偶然ではなく、平野翔ガン・ユ 神宮寺雄太というメンバーそれぞれの努力、才能、そして情熱が結実した結果です。彼らはその独自の魅力と音楽性で、ファンだけでなく業界の注目も一心に集め続けています。SNS では常に彼らの新曲やパフォーマンスが話題となり、その評価も高く、多くのファンが彼らの輝かしい未来を信じ、応援しています。ナンバーアンダーライン愛の成功を語る上で、 まず平野翔の存在を無視することはできません。彼はその表現力豊かなボーカルで、楽曲に深みを与える役割を果たしています。特に彼の声は感情を伝える力が強く、歌詞に込められた思いを聴衆に直接伝えることができるのです。彼のステージ上での圧倒的なカリスマ性も、ファンを引きつける大きな要因です。平野は音楽だけでなく、俳優としてのキャリアも順調に進んでおり、 そのの多ささがグループ全体の魅力をさらに引き立てています彼が表現する内面的な感情と外面的なカリスマ性のバランスが、ナンバーアンダーライン愛の音楽をより豊かにしています。ガン・ユータは、その堅実なリーダーシップと卓越したダンスパフォーマンスでグループの屋台骨を支えています。騎士のダンスは、術的に洗練されているだけでなく、視覚的な美しさや感情表現が際立っています。 彼の動きは曲のリズムと一体化し、観客に強いインパクトを与えます。また、彼はチーム内での調和を保つ役割を果たしており、メンバー間の信頼関係を築く上で重要な存在です。騎士のリーダーシップがあったからこそ、ナンバーアンダーライン愛は数々のチャレンジを乗り越えてきました。神宮寺雄太は、彼の多彩さとクリエイティブな才能でナンバーアンダーライン愛の音楽に新しい風を吹き込んでいます。 作詞作曲に積極的に関わり、その斬新なアイデアで楽曲をより個性的なものにしています。彼の音楽的な才能は、グループの楽曲が単なるポップソングにとどまらず、アートとしての深みを持つ要因となっています。また、神宮寺は多方面で活躍しており、ファッションやアートとのコラボレーションを通じて、グループのイメージをより洗練されたものに押し上げています。彼の想像力は、 グループの成長にとって欠かせない要素となっています。ナンバーアンダーラインアイが連続して国内外の音楽チャートでトップを飾る要因は、単に彼らの音楽的才能にとどまらず、その真摯な姿勢と努力にあります。彼らは常に新しい挑戦を求め、音楽業界での地位を確立し続けてきました。最新のチャート、リスウィークス・ハッシュタグ・モストプレード・ソングスでは、彼らの楽曲、 INZM が堂々の1位にランクインし、その圧倒的な人気を再確認させる結果となりました。SNS でもファンからの熱狂的な反応が見られ、彼らの音楽がいかに多くの人々に影響を与えているかが明らかです。しかし、成功の裏には多くの苦労も存在します。音楽業界は急速に変化しており、新しいアーティストやトレンドが次々と現れる中で、 ナンバーアンダーライン愛はどのようにしてその地位を守り続けているのでしょうかその答えは、彼らが常に自分たちをアップデートし、時代の流れに対応する柔軟性を持っていることにあります。平野の多彩さや神宮寺のクリエイティブな才能、そして騎士のリーダーシップが、グループを常に進化させ、次のステージへと導いているのです。また、彼らの成功にはファンの存在も欠かせません。 ナンバーアンダーライン愛はファンとの強い絆を築き、SNS やライブパフォーマンスを通じて積極的にコミュニケーションを図っています。ファンは彼らの音楽だけでなく、その人柄や努力に共感し、熱い支持を送り続けています。この相互の信頼関係が、彼らの成功を長続きさせる大きな要因となっているのです。では、今後のナンバーアンダーライン愛はどのような道を歩んでいくのでしょうか 彼らはすでに日本国内での成功を収めていますが、国際的な舞台でもその名をさらに轟かせる可能性が十分にあります。現在の音楽業界では、SNS やストリーミングサービスを通じて、国境を越えた音楽の流通がますます容易になっています。ナンバーアンダーラインアイはその強力なファンベースと革新的な音楽で、アジアのみならず、欧米の市場でも注目される存在となることでしょう。さらに、 彼らが今後どのような音楽スタイルに挑戦するのかも非常に興味深いところです。近年、世界の音楽シーンではジャンルを超えたコラボレーションが増加しており、ナンバー・アンダーライン愛も異なるジャンルやアーティストとの共演を通じて新たな可能性を模索しているかもしれません。例えば、EDM やヒップホップなど、これまでのスタイルとは異なるジャンルへのアプローチは、彼らの音楽にさらなる多様性と魅力を加えることでしょう。 最終的に、ナンバーアンダーライン愛の成功は彼ら自身の努力、才能、そしてファンとの強い絆によるものですが、彼らがこれからも輝き続けるためには、常に挑戦し続ける姿勢が必要です。ファンはもちろん、音楽業界全体が彼らの次の一手を期待し、見守っています。そしてその期待に応える形で、ナンバーアンダーライン愛はこれからも進化し続け、新しいステージへと歩んでいくことでしょう。